やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。あなたはゲーム配信者なんですか？はい、私はゲーム配信者です。新社会人辛いっす。あー、新社会人か。いつも新社会人のこの時期にさ、する雑談があるんだけど、人間の体感時間って、生まれた時から20歳までの体感時間と、20歳から死ぬまでの体感時間って一緒らしいぞ。それはなんでかっていうと、20歳ぐらいから人は働き出して、同じ時間を繰り返してしまうと、体感時間って短く感じるんだって。そのルーティーンに組み込まれてしまうと。社会人はもっと苦しいかもしれないけどさ、朝起きた後さ、電車に乗って仕事だったりをしてさ、家に着いたら風呂に入って、TikTok とか YouTube 見て、いつの間にか深夜なんだよね。で、次の日また寝不足とかさ。その日めっちゃ早く寝ようって思っててもさ、今それを阻害するものたくさんあるよな。なんで俺はこんなにバカなんだろうと思いながら眠りにつかない。スマホっておもろいよな。今これ一個でさ、とてつもなくない？こいつ俺最近ね、 TikTok は消しました。 TikTok は危ない。あ、で YouTube ショートもなるだけ見ないようにした。その普通の YouTube の10分とかなんだったらまだいいと思ってんだね。あのショート動画はかちて俺をダメにする。いつの間にか2時間半 Twitter とかで別にやめられんだよね。あのショート動画の魔力って何なんだろうな。統計出してたんだけど、使ってる SNS とかの幸福度ランキング、 TikTok が最下位だったよ。俺はね、 TikTok はね、あれが出てくるね、バラエティの切り取りみたいのがすげえ出てくるの。最適化されちゃうんだよね、俺に。絶対盗聴されてるしね。俺最近ね、もうね、やられてるってもう気づいてます。すいません、TikTok さん。俺この前、電話でディズニーの話したら TikTok がディズニーに染まったんで、あ、やられてます。絶対。俺電話で以外、そのこと出してません。やられてます。黒マスクのリンリンさん、サブスクライブいただきます。ありがとう。久さん、学生の頃どうやって友達作った？うわぁ、友達のできる瞬間って覚えてる？中学の時は、部活あったけどね。俺は中学の時初めてやったのが、ハンドボールだったから、ハンドボールやってる奴らと仲良くなったとかあるけど、学校っていうコミュニティだけだと、友達作りにくいのはわかるよ。もうちょっとギュッとできるじゃん、学校って。部活に入ったり、それこそさ。まあでもね、俺中学2年生の時はね、いじめられてたんだよね。クラス替えさえした後にいじめられてたから、俺は。なんかね、いや、これは難しくてですね、いじりなんだよね。その、昔から声がでかくて、リアクションがでかかったから、作ってるとこじゃなくて、ウェーとか、わーとか言ってたから、いじると俺はなんかさ、音が出るからさ、みんな音を出したがるんだよね。それはね、子供の時はね、やっちゃう気がするんだよな。他に俺みたいな奴がいたら、俺も音を鳴らしに行くと思うんだよね。ノリなんだよね。だからなんか、俺逆の立場だったら俺もやってんなって思っちゃう、ぶっちゃけ。だから悪いことじゃねえんだよな。でも痛えな。俺あだ名ゴブリンだったぞ。じゃあ俺あれだったよ。中学の時のあだ名がポミツだった、ポミツ。中学2年生の時に、カッコつけて、おちんちん立たないっていう。よいよ気持ちとか起きないっていう、あの、格好つけてたの。いや、なんかない？え、なんかない？いや、分かってくれるよね。これ男だったら分かるよな。いや、今だったら ED でそんなダサいことないんだけど。そう、透かしてたんだ。俺、女全然興味ない。全然、もう、ちんちん全然反応しないんやけど、みたいな感じやったんだけど、その、花が咲くんだよね。ピンクの。それを、プッて取ってね、裏からするとね、甘くて美味しいの。それにハマってて。インポとミツでポミツって呼ばれてた、俺。ノインポなんて全然言葉知らないし。なんでポミツって呼ばれてんだろうと思ってたよ、俺。ハンドボール部でさ、うちの顧問がさ、なんか、元日本代表みたいな超体育会系なの。ハンド終わってる子も多いよね。ハンドは今思って言って、今思ってみたらガチで終わってる子も多い。試合のハーフタイムにビンタしに裏に行くからね。プレイが下手くそだってなんで俺の言ったことしないんだっつって、廊下に行って一人ずつビンタすんだよ。今だったら信じらんねえよな。
今だったら時代が変わってやばいなってなるけど、その時はなんかこうなるんだって思ってたよね。洗脳だよね、本当に。 DV にあってる女の子の子とかもなんかこんなんなのかなっていう。気をつけなね、マジで。 DV に今あってますって女の子いますか？そいつらさ、口揃えてさ、俺じゃねえとお前と付き合ってやんねえよって言わない？そんなことないよ。そういうやつ後で謝るしね。怖いよな。アトラクションみたいなのって体験できねえから、あの怖さ、女の子目線でもう歯向かえないのよ。ぶん殴られて、てめえらだけじゃねえ！ごめん。ごめんね。もうしない。痛かったよね。そんな、こんなサイコパスなことなくない？怖すぎるでしょ。俺人は女の子に手を挙げたこと一回しかない。すっごいイラついて、もうムカムカして、どうしても、もうね、無理だった。あのね、ドッジボール大会があるんだよね。で、小学6年生の時に、その女の子にさ、負けて、ドッジボールで。俺、大泣きして、思いっきり蹴った。うえいうわぁって言って逃げた。家まで謝りに行ったわ。マジ負けたくなかったの。確かもう好きな子もいたんだよね、その時の。絶対勝たないといけないっていう時にポンって負けて、うわーって泣いて、パーンって蹴って、史上最悪の姿見せちゃって。今彼女と別れ話をしています。どんな気持ちでいればいいですか？なんで俺と、なんで今別れ話をしてるとき俺の足見んなよ。冷静すぎだろ。どうでもよいんだよ。別れろよ。どうでもいいんじゃない？もうその子のこと。あとなんかね、あれだと思うよ。別れる理由、君の底だと思う。スターさんって初めてのモンハンの、ね、モンハン何の作品やりましたか？のもろい質問だね。俺セカジーだけど PSP 持ってなかったから友達の、セカジーの山掴み係だった。俺は山掴みすっげー楽しかったんだけど、友達はねすごいだるいかったらしくて、俺山掴みつってた。山掴みだけうまい。専門です。次に買いたい高い買うのってある？ついに免許が欲しいなって思ってきた。もうやっと28年かかった。でも俺ね、運転したいみたいな欲求はどっかあると思うんだよ。俺ね、3ヶ月に1回無免許で捕まる夢見るんだよね。なんで欲しいかと思ったのは、沖縄配信だったり外配信の時にレンタカーあったらちょっと楽だったなって思った。すげえ怖いのが、殺したいほど憎んでる人がいて、それを成就するだけが生きがいです。そっかー。それほど人に憎悪を抱いたことないなー。そのレベルはね、もう許せない事象なんでしょ。でも俺だったらね、もしそんなことされたら殺したい野望は、浮かぶかもしんないけど、9年間その人のことを考えてしまったら、そいつのまんまとって思っちゃうかも。お前はそいつに苦しいことをされたんでしょ？ということは相手は苦しいことをしてくるやつなんでしょ？苦しいことをするっていうことに何か快楽を持ってるんだよね。お前が苦しんでんの多分楽しんじゃってるぜ。こんなこと言うのあれだけど。15歳の男の長いね。端的に言うと、周りと比べ合えることばっかりの人生で、今後の人生も周りに比べられることばっかりなのかってことでしょう。そうです。世の中ってのはね、比較されるんですね。でもね、誰かと比較をするとね、人は病んでしまったり、君みたいに嫌な思いをしたりするんだよ。今特に、世の中は SNS だったりインターネットが普及してるから、自分よりも能力が高かったり高そうに見える人っていうのが目に入りやすい時代なんだよね。だから人と比較されてしまうっていう事実は事実なんだけど、それは気にしなくていいんだよね。自分しか見なくていい、基本的には。
自分がやりたいことをやり、できないって書いてあったけど、自分がやりたいことをやっていいし、もう俺の話なんだけど、今。俺が意識してることは、感覚で言うと、こうやってなんか、紙をね、毎日毎日筋トレをしたら、紙を1枚置いてるイメージなの。自分でずっと戦ってるじゃん。自分と戦うんだよ。分岐がたくさんあってさ、うわ、今日筋トレ行きたくねえなと思ってもさ、一歩踏み出してみて筋トレに行ったり、いろんな嫌なことを積み重ねて、いつの間にかね、座布団みたいに髪がわーっと積み重なってるわけ。で、自分はその上に正座をしてるんだよ。で、その時、ふと下を見てみたら、自分はいつの間にか高いところにいましたねっていう現象が起きるから。毎日毎日、髪を積み重ねていってればいい。周り見なくていい。俺が正解の方向に努力ができてるか分かんないの、俺も。でも、もしそれが正解の方向に努力ができていたとしたら、いつの間にか高いところにいると思う。俺はそう思ってるわ。髪が薄い。言ってねえよ。話聞いてた、お前。ちょっと話、いい話したと思ったけどな。何にも分かってないな、お前は。